来春放送開始の2024年度前期連続テレビ小説虎に翼が今日28日に茨城県つくばみらい市のオープンセットでクランクインだ。主人公伊藤沙莉、猪爪虎子役も初日から参加し、虎子と共に法を学ぶ名正し大学の仲間たちとのシーンを中心に撮影がスタートした。伊藤はついに初日の撮影を迎えました。スタッフさんやキャストの皆さんがいい雰囲気の現場にしてくださっていてありがたいです。1年間同じ役を演じるということもあまりない経験です。長期間の撮影になるのでいろんなことがあると思いますが、常に大きな軸となっていければいいなと思っています。皆さんも自分自身も楽しくいられるように心がけたいですと意気込み。トラコはとてもまっすぐな子なので真正面から見ていただきたいです。当時の方々の一生懸命さがあって今があること、今につながる何かを感じてみていただけたらと思います。トラコはこれまでの朝ドラにあまりなかったタイプのヒロインだと思います。頑張る人たちや一生懸命に生きている人たちが描かれているので、元気と素敵な時間をお届けできればと思います。見守っていただけたら嬉しいですとコメント。